これは2021年10月に撮影したものである。長野県と岐阜県の境界にある険しい山々が連なる北アルプス穂高連峰、奥穂西穂縦走路。ここは熟練のアルピニストたちでさえ迂闊に登らない日本屈指の縦走路だ。エスケープルートはない。進むか撤退するか難しい決断に迫られる。この難路の最大の関門ともいうべき峻岩のナイフリッジ、通称馬乗せ。アルピニズムの精神を受け継いだ勇者たちがここを通過する。数々のアルピニストたちを死に追いやったまがまがしく非常のナイフリッジに一人の男が挑む。休日に趣味で山登りをする上高地やりよだ。この男の類まれなるポテンシャルの高さと登山に対する探求心は他の追随を許さない。この男はどんな未来を描こうとしているのか、この後衝撃の結末を迎えることを知る由もない。ここは北アルプス奥穂高岳頂上。ここから南西に伸びる岩稜地帯は登山道最難関と言われ、多くのアルピニストやクライマーたちから恐れられている。毎年のように滑落事故が発生する危険な場所だ。今回は馬乗せを攻略したアルピニストたちの一部始終をカメラに収めた。最後は予想だにしない結末が待ち受けていた。長尺の動画は広告単価が高くなる傾向にあり、より多くの広告収入を得られる。動画投稿で試行錯誤を重ねてようやくたどり着いた手法、これがやりおの YouTube 戦略だ。最後までしかと見届けよ。
とかよ。